おはようございます。ゆきちゃんでございます。寒くなりましたよね。朝なんかもちょっとジョギングはですね、結構厳しいなという感じですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、実はミリタリーのお話を申し上げます。一言でミリタリーって言ってももう様々ありますけど、私がですね、勉強したというか、経験してきたのは、もう今からやっぱり40年ぐらい前ですかね。ロンドンにローランスコーナーという、当時のヴィンテージショップですよね。そこで買った、いわゆる本格的なダッフルコートであったり、いわゆるミリタリーの様々なジャケットであったり、そういうものをですね、随分ロンドン行って、ポートベローもそうですし、また、カムデンロックという、これも、買って、火事になって結構焼けちゃったんですけどね。ああいうとこよく通って、ミリタリーの原点っていうのはどういうものかな、みたいなのを、随分調べたことがございます。で、やっぱり、ミリタリーウェアって一言で言っても、一般的にはアメリカ軍のものが有名なんですが、スウェーデン軍であったり、で、フリードリヒ大王がお召しになってた服であったりとか、ビクトリア朝の時代の服だったり、やっぱりいわば服の歴史ですよね。エリザベス女王もそうですし、いろいろな方々が着てきたものが由来しているものが実は非常にいっぱいございます。で、この辺はですね、今からやっぱり30年ぐらい前かな、にやっぱりある一冊の本を送っていただいた方がこういう本です。いわゆる軍服の500年。これはですね、辻本義文さんと、奥様の玲子さんという方がですね、裁量社というところから出されている本なんですが、これもですね、ありがたくいろいろ読ませていただきました。で、この中には相当詳しくですね、軍服の由来というものはどういうものかみたいなのを、書いてございます。で、またその後ですね、私が実際行ったのは、イギリスの軍のもの。で、これ軍の様々な軍用のですね、軍ごとの様々なミリタリーの服というものは確たるものだってことがこの中には全部出てます。これは今ロンドンに行かないと多分入手できないと思うんですけど、いろいろここから実は服の基本の勉強しました。で、その後はイギリス軍の後はこういうイタリア軍の軍服ですよね。イタリア軍の軍服、こんなものをやったり。あとはこれは皆さんご存知の日本にもあります、このワークウェアの中にも、前回お話した、バブアのこととか、モンゴメリ、いわゆるダッフルコートですよね、こととか、こういうワークウェアとか、こういうものがありました。で、こんなものが、いわゆるフライトジャケットっていうのはどういうものかな、みたいなのは、やっぱり自分なりにはやっぱりいろいろ調べて、本来は、元来は、もともとは、こういうところから出てきてんだな、みたいなのがございます。で、今日私が着ておりますのは、ご存知でいらっしゃる方も多いかと思うんですけど、いわゆる M65 という、M65 というモデルです。で、これは実はこの間バトンタッチセールにも出したんですけど、誰もバトンタッチしてくれないんで、また私が、着ることにいたしましたけど、これはですね、イタリアのデザイナーでマッシモ・オースティンという、マッシモ・オースティン。いわゆる、マッシモ・オースティンが作ったブランドで、こちらにございます。レフトハンドという。レフトハンドという意味は、いわゆるマッシモ・オースティンの左手の5品番だけを作る中の1着がこれです。で、これはですね、実にやっぱり、いわゆるナイロンでできてるんですけど、非常にもう忠実にきちっとディテールはですね、この中の、フードの内蔵の仕方から、エポレット、いわゆる腱鞘ですよね。腱鞘がついてるとか、あとは脇の下のこういういわゆる、ベンチレーションという、汗抜きの、ものであったり、こういう細かいディテールはですね、かなり軍のオリジナルに忠実に、やっております。で、こういったようなものがですね、あまり、マーケットの中でも一部、それ風のものはございますけど、今日私が着てるのは、これにですね、いわゆる、これもミリタリーのニット。ご存知いらっしゃるセントジェームスもありますけど、いわゆるボーダー、いわゆるボーダーとは言わないですよっていう、いわゆるホリゾンタルストライプ、ホリゾンタルのこういうものに、今日はちょっと寒いですから、カシミヤの、いわゆるポロシャツ、カシミヤのカットソーの、ポロシャツを着てます。
で、まあ、あとは、まあ、トラザーズはもうこれに、まあ、いつも通りフォックスブラザーズのフランネルのトラザーズを履くというようなことで、まあ、申し上げたかったことはやっぱりミリタリーでやりすぎるとちょっとハードすぎてしまう。ですからある程度そういうことを取り入れながらもやっぱりエレガントというかドレスな気分でどうお召しになるかというところだと思うんです。こちらもですね、今も、着たものと違って、これアメリカのですね、いわゆるオフィシャルの、CPO ジャケット。まあ、CPO ジャケットの、いわゆるオリジナルモデルのものです。で、こういったものをやっぱり自分自身が、やっぱり実際着てみて、だったらさらに今これをですね、この CPO ジャケットの気分を進化させていくには、どういうことがあるのかな、みたいなのは、やっぱり、勉強させていただいてます。これも全く裏地のついてない一重のもので、こちらのネームには、いわゆるオフィシャルというふうに、書かれております。で、こんなものを、私は持っております。これはまあご存知の、もういわゆる英国軍の、いわゆるブリティッシュカーキ、カーキのです、オリジナルで、この下に、まあ、夏場になると、いわゆるグルカショーツを履いたりしますよね。まあ、こういったようなもの。後ろはまあ相当こう絞って、シェイプが入っているようなものと。ですからまあミニタリアさんも結構今まあ人気のようですけど、これが今から35年ぐらい前、35年ぐらい前に私が作ったいわゆるグレンオーバーって会社をやってる頃のいわゆる GO ダックルというグレンオーバーダックルコート。まあ、これは元のモデルはアメリカのものが基本ですけど、いわゆるこういうふうに、まあ、いわゆる、まあ、色もですね、この色とあとベージュかな。二色使いでやらせていただきましたけど、こちらは、35年前に私が作った、いわゆるグレンオーバーというブランドの中の、いわゆる GO トレンチという。まあ、これも、まあ、結構大ヒットしました。で、また、先ほど申し上げた、いわゆるダッフルコートですよね。いわゆるモンゴメリー。まあ、これはですね、オリジナルのものです。で、かなりヘビーウェイトです。かなりヘビーウェイト。これも、後の GO ダックルというグレンオーバーの時代に作ったものです。で、こちらは商品化しておりませんけど、これはドイツ軍の、コートです。もうこれはもう完全に軍服ですから、まあこれはウエストはもうかなりビシッと締めて、で、ポケットがなんとなんと、まあこういうふうに非常に R がついて手が入れやすくできてます。こんなようにやっぱり軍服、いわゆるミリタリーウェアっていうのは非常にやっぱり機能性がやっぱりまず大事ですよね。まあこれにですね、実際戦うウェアということになりますから、そういったものがあると。で、極めつけはですね、こちらのコートです。で、こちらのコートは、丈は相当長いんですけど、ラペルがこれだけ広いです。で、これはスコットランド軍が着てた、まあこういうコート。これもまさにもう軍服そのものになりますけど、まあ、お色もですね、カーキの色を使ってる。これをですね、なんだっけな、コロンビーかな。コロンビー社が、復刻して作った、いわゆる、スコットランドの軍服です。まあ、こんなものをですね、まあ、皆さんは、ご自分の中の、やはりワードローブの中に、どんな風に取り入れるか。で、取り入れる際に必要なのが、やっぱり、こういうミリタリー用の、これは軍用の靴です。こちらは、まあ、ご存知の通り、イタリア軍の、いわゆるまあミリタリー用の靴です。まあ、これもいつも、結構世話になってます。で、こんなような細かいアイテムから、まあ、こういうトラウザース。これはまあ英国軍の、トラウザースです。まあ、あとはこちらも、これも英国軍のトラウザーズですけど、脇に、まあ全部、ここはもう全部まあベルトして、ここに手榴弾をつけたりなんかもするわけです。で、こちらは、やっぱり英国軍の、軍のもんですけど、フロントは前が開いておりません。フロントはもう開いてない状態で、脇で、止めて、いわゆるグルカショーツのようなシールドでできているようなものです。まあ、こんなようなところがですね、やっぱまあ皆さんが、普段の暮らしの中にでも取り入れるのがよろしいかと思うんですけど、まあとにかくやっぱり軍物ですから丈夫ですよね。ですから長持ちしますし、まあこういったものを、まあ皆さんの中で、いわゆるドレスマインドの中のミリタリーの取り込み方、これに、まあ、ロイヤルラインでは8ボタン、
まあ、通常ボタンだと6つボタンですが、8個ボタンをつけたブレザーは今非常にヒットしておりますし、非常にまあ皆さんに喜んでいただいていると。ですからこういうものをまあ皆さんの中で、暮らしやるワードローブの中に取り入れられたらどうかなというふうに思っております。はい。それでは、また水曜日ですか。お会いしましょう。チャオチャオ。ボナジョルナタチャオ。